朝吉亜希の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、婚活料理カウンセラーの青木恵美です。皆さん今回もよろしくお願いします。佐々木千秋です。さて、先月からオープニングトークのテーマとして、現在婚活中の方、今お付き合いされている彼との結婚お考えの方、あと夫婦関係をさらに良好なものにしたいとお考えの方などに向けて、理想の結婚生活に近づくためのワンポイントアドバイスを青木さんにお伺いしていきたいと思います。今回は努力するタイミングは人それぞれというテーマについてお話しいただけるということなんですが、はい、このテーマだけだと私もちょっとどういうことなんだろうって思ってしまったんですけれども。そうですよね。はい、あのレッスンに、ね、参加される女性から、時々30歳過ぎて料理できないのは恥ずかしいとか、婚活するのは恥ずかしいという言葉を聞くことがあるんですよ。周りの、ね、友人たちはいつの間にか料理ができているのに、なんでと思うようなんですけれども、まあ、年齢って関係なく気がついた時点で努力すればいいと思うんですね。まあ、お料理でも婚活でもお勉強でも早く始めるに越したことはないんですけれども、でも遅いっていうことはないと思うんですね。そうですよね。まあ、こうやったね、婚活そして、まあ、夫婦円満というような、ポイントっていうのを、愛され飯の7日間集中無料 LINE レッスンに登録すると、お渡しする1年以内に結婚に近づく50のチェックに、このポイント、そしてその他のポイントもですね、解説付きでご紹介しておりますので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。また勇気をもらいました。ありがとうございます。それでは、今回の愛され召し上がれ、まずは今注目の婚活料理カウンセラー青木恵美さんの略歴からご紹介をさせていただきます。青木恵美さんは千葉県のご出身で、料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。食を通じて女性が心、時間、経済に豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。そして最近では情報番組やドラマ、映画などでアドバイザー、フードコーディネーターとしてもご活躍中です。ありがとうございます。はい、そして私、佐々木千秋は普段は女優として活動しておりまして、青木さんにもフードコーディネーターとしてご協力をいただき、私が主演を務めさせていただきました映画ラストソングはという作品が公開準備中です。またここ市川うらら FM さんで放送中の PB アカデミーでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。また前回オープニングでご紹介させていただきました、青木さんが代表を務めていらっしゃる愛され飯協会さんのプロモーション映像にも出演させていただいておりますので、ぜひ愛され飯協会さんのホームページもチェックいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。今回もこんな2人で愛され飯上がれお届けしてまいりたいと思います。それでは今回最初のコーナーは、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナー。さて、このコーナー、ワンランクお得な食材の調理方法なんですけれども、こちらは普段のお料理で知らず知らずのうちにそれもったいないとしてしまっているいろんな食材の調理法について、料理専門家の青木由美さんから改めてアドバイスをしていただくコーナーです。それでは早速、今回のお得な食材調理法についてお話しいただけますでしょうか。わかりました。このコーナーでは、栄養をしっかりとれる食べ方、切り方、加熱の仕方についてご紹介してまいります。今回は若返り効果のビタミン E をたっぷり取れるズッキーニの調理法です。ズッキーニ、トマト煮込みとか炒め物なんかでね、よく使われるズッキーニなんですけれども、見た目ってキュウリに似てますよね。確かに。ですが、かぼちゃの仲間なんですね。そうなんですか。ちょっとびっくりですよね。はい、3月から9月が旬で、夏とかだとカレーとかに使われることもありますけれども。確かに。千秋さんってどんな食べ方することが多いですか。そうですね、お家で何か料理をするっていうことは正直ないんですけど、お店とかに行った時にパスタに入ってたりとか、そんなイメージですかね。ちょっとおしゃれなイメージがあります、私の中では。そうですよね、イタリアンとかでよくね、出てきますもんね。はい、もうこのね、ズッキーニってこう
パスタとかで炒めて食べるなんていうことが結構多いと思うんですけれども、はい、若返り効果を考えるのであれば、うん、ズッキーニのね調理ポイント2つあります。知りたい、お願いします。まず1つ目、はい、生で食べましょう。生、ええ、これね、あの特に5月から6月の初夏は柔らかくて生食向きなんですね、はい、で生で食べることで、はい、あのビタミンやミネラルはもちろん若返り効果のあるビタミン E もたくさん取ることができるんです。このビタミン E はですね、加熱すると 70% も減ってしまうんですね、はい、そうなんですね。で生がおすすめ。そして2つ目、はい、油と一緒に食べましょう。あ、油と一緒、うんうん、これねビタミン E 以外にも、はい、ズッキーニに含まれるベータカロテンや、はい、まあ、目にいいと言われているルテインなどはですね、油に溶ける脂溶性の栄養素なんですね。で油と一緒に食べることで、はい、油に栄養が溶けて吸収率が上がりますから、まあ、オイル入りのドレッシングをかけたりとか、あ、まあ、ごま油で和えたりして食べるといいんですね。でまたねズッキーニに含まれるカリウムがですね、はい、夜の間に溜まった老廃物を排出してくれますので、朝食べると美容効果が高くなると言われております。はあ、なるほど。なかなかね、いやすごい今めちゃくちゃ勉強になってます。よかった、いや正直ズッキーニって生で食べれると思ってなかったんで、ちょっとそこがびっくりしてました。ズッキーニね、はい、スライスしても美味しいし、あとねこうピーラーで薄く剥いたりとかしてもですね、結構食感が面白いんですよ。へえ、だからまあ生で食べてもいいし、その油と一緒にっていうのがちょっと一瞬んって思っちゃったんですよね、うんうん、え、油生じゃないのって思ったんですけど、まあ、サラダとかでドレッシングの油を使ってっていうこと で、あなるほどなって言って、私今サラダって書いてますからね。お勉強タイムっていう感じですね。お勉強タイムになってます。今回のね、はい、若返り効果のビタミン E をたっぷり取れるズッキーニの調理ポイント2つは、はい、1つ目生で食べること、はい、2つ目油と一緒に食べること、はい、この2つ取り入れてみてはいかがでしょう。はい、いや本当にあの若返り気になりますんで、私たちもね、あの年代的にやっぱりすごく気になりますので、ね、この夏はぜひちょっとね、あの生で挑戦してみたいなと思います。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今晩からのお料理作りでぜひお試しください。そしてこのコーナー含めこの番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で、先ほども申し上げました通りリメイクラジオとして YouTube にもアップいたしますので、ぜひチャンネル登録を押していただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、ワンランクお得な食材の調理方法のコーナーでした。今年で30か。妹は年末に出産して幸せの絶頂なのに、私は彼氏もいない。私の幸せはどこへ行ったんだろう。私にも変わることができるかな。Thank you.
私も変われました。弓的ゴールデンレシピのコーナー。さて続いては弓的ゴールデンレシピ。このコーナーではゲストの方にお答えいただいたアンケートをもとに青木由美さんにオリジナルメニューを作成していただきます。そして気に入っていただいた、一品につきましてはゲストさんへのさらなるヒアリングなどで世界に一つだけのゴールデンレシピを完成させ、実際に作る際のワンポイントアドバイスまでしちゃおうというコーナーです。皆様も大切な人にゴールデンレシピを送るきっかけや参考にしていただければ嬉しいです。それでは皆さんお待たせいたしました。今回スタジオにお越しいただきましたのは先月リリースされたばかりの愛され飯協会のプロモーション映像でヒロインを務められました女優の新藤のり子さんです。この度愛され飯協会のプロモーション映像に出演させていただきました新藤のり子と申します。ラジオ出演は今回本当に人生で初めてなので、ドキドキバクバクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、そんな貴重なね、初出演ということでご出演ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、お久しぶりですね。お久しぶりです。はい、それではまずは新藤のり子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。新藤のり子さんは大阪府のご出身で、2010年舞台悪名高き実助の恋、2011年消失マテリアルにご出演されました。そして2013年第4回渋谷芸術祭短編グランプリ受賞作品の映画ラバーズボムでは主演を務められ、2016年映画初期で東雪菜役を演じられたほか、映画火花をはじめ数多くのドラマや CM に出演されていらっしゃる注目の女優のお一人です。はい、ということでね、本当にねご出演いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いろいろとね、プロモーションビデオを撮影した時のエピソードなどね、お話伺っていければと思うんですけれども。そうですね、はい、まずですね、青木さん、なぜヒロインは新藤さんに決定されたんでしょうか。私ですね、はい、この動画を作るって言った時に、レッスンに通う前と通った後のビフォーアフターっていうのがポイントだと考えてたんですね。で、お写真をね、こう新藤さんの見させていただいた時に、はい、レッスンに通って、彼氏ができたりとか表情が変わった生徒さんのいわゆるアフターのイメージにぴったりな方だなと思ったので、はい、それがこう、選考っていうね、中で新藤さん選ばせていただいた理由なんです。どうですか、新藤さん、今のお話聞いて。なるほど、そういう視点で選んでいただいたということなんですね。あ、なるほど、ちょっと新しかったです。そうなんですね。ご出演決まった時ってどういうふうに思われました？まずもう、なんだろうと思って、なんだろう、婚活と料理何と思って、はい、すぐにググって公式ホームページを見させていただいて、あ、なるほどと、で私自身もなんか年齢的に母親役っていうのが結構多くなっていて、はい、やっぱりそうするとね、お子様メインというか、はい、やっぱりお母さんという役、お母さんも大事ですけど、はい、もちろん、でもまたなんかこう、なんだろう、一人の女性を改めて演じられるっていうところが、すごい嬉しいなと思って。そうだったんですね。はい、ね、実際にこう撮影中、私もね、いさせていただきましたけれども、撮影中のエピソードというか、こうなんか気になったこととか、これすごく心に残ってるなっていうことってありますか？いや、もう青木先生の何でしょう、手さばき、お料理の、そう、なんかもう指がダンスしてるみたいな、もうバレエですよ、本当に。いや、私もいいとこソーラン節なんで、もう本当に美しくて、で無駄がなくて、でも、はい、なんか余裕があって、本当に綺麗で、こんなことってあるんだって思いました。思いました。ありがとうございます。本当ですよ。いや、ダンスってすごいいい表現ですね。めちゃくちゃいつか使おうと思いました。思いました、思いました。はい、今回のこのプロモーションビデオで、全部ねご覧になっていただきたいと思うんですけれども、こう私的に一番ご覧いただきたいシーンとかカットとかって何かあったりしますか？自分的に。めちゃくちゃ個人的です。はい、個人的に、はい、料理教室のシーンで、はい、青木先生がハンバーグを焼いていて、こうパッと蓋を開けるんですね。はい、でそこで、何人かこうフライパンの方を見てるんですけど、はい、
まあ蓋開いた時の顔、顔、私めちゃくちゃ食いしん坊な顔してて多分ね佐々木さんもしてたかな絶対してた、してたなと思います。いやもうなんかこんなのが作れたらいいなと思って見てるんじゃなくって、もちろんそれもあるんですけど、美味しそう食べたいみたいな心の声ダダ漏れみたいな、素の表情が出てたんですよね、はい、なってますよね、はい、ちょっとそこね、もう一回注目して皆さんにもねご覧いただきたいければと思うんですけれども、はい、ちなみに進藤さん、普段の活動とかってどういったことされてるんですか？普段はもう映像が多くて、それこそ企業様の教育用の VTR とかから、ウェブ CM ですとか、あとは、まあ、たまにスチール写真のお仕事を、されてるみたいな感じとかいただいたりとかしてます。まあ、実際にね、いろいろこう映像を中心にお仕事されてると思うんですけれども、まあ、進藤さん的に婚活とかお料理に対するお考えとかって何かおありになりますか？確かに30を超えてから、はい、やっぱり周りもね、結婚したりとか増えてくるので、なんかそこはすごく自分にとって現実味が帯びてくるというか、でやっぱりその自分一人で食べるご飯と、はい、その誰かと一緒に食べる、もしくは食べてもらうご飯って違うなっていう、わかります、なんだろうな、ね、量ももちろん違うけれども、なんか味の塩梅一つとっても、はい、自分一人だともう適当でいいですよ、もう要は、食べれればいいみたいな状態から、ちゃんとねしたものを作るって結構大変だなっていうのもありますね。すごくね、まあ、大変ですし、ただちょっと楽しみもねあたりやっぱりしますもんね、相手を思うというところで、確かに、美味しいって一言あるとね嬉しいですしね、嬉しいですよね、確かに。いやー、なんかいろんなお話聞けて嬉しかったですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それではお待たせいたしました、このコーナー弓的ゴールデンレシピにお話をね戻らせていただきたいと思います。まずはこのゴールデンレシピとは、ゲストの方に由美さんから10個の質問をさせていただいて、その回答に基づいて3つのオリジナルメニューをご提案いただきます。ではまず由美さんの方から今回のゲスト進藤のり子さんにアンケートをお願いできますでしょうか？わかりました、じゃあ次々と質問させていただきます。まず生年月日をお願いいたします。はい、1984年4月24日生まれです。はい、はい、ありがとうございます。次に出身地、出身地は大阪です。はい、次に食材の好き嫌いはありますか？苦手なのはもつ系ですね。あ、それもつのこう、苦手な理由って何かあります？ちょっと香りが苦手。なるほどなるほど、わかりました。次にですね、逆に好きなお料理ってありますか？好きなお料理、結構がっつり系なんですが、チャーハンとか。おわかりました。サラダにドレッシングをねかけると思うんですけれども、その量は多め、普通、少なめ、かけない、どれが一番近いですか？少なめですね。おー、なるほど。じゃあ次に、普段の自炊の割合は何割ぐらいでしょうか？6割ぐらいだと思います。すごい、結構お料理されてるんですね。あれ多いのかな？多いと思います。すごいね。じゃあ次に、今一番成功させたいこととか興味があることとか、あとは解決したいお悩みという点でですね、恋愛、健康、仕事、金運、お勉強、どれが一番興味がありますか？すいません、ガゼン金運です。おなるほどなるほど、わかりました。じゃあ最後に、はい、お料理の腕前なんですけれども、はい、ほぼ作ったことがない、自分で食べれる分は作れる、一通り一応作れる、人に褒められるレベル、お料理関係のお仕事をしている、どこに当てはまりますかね？レシピ見ながらですが、一通り作れるかな。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこれでね、はい、レシピの案をいくつか作っていきたいと思います。わー、作っていただけるんですね。楽しみですよね。めちゃくちゃ楽しみなんですよね。今のでできるんですね。ね、金運、金運とか関係あるんですか？金運結構大事なのかもしれないです。気になりますよね。気になる。いや、本当青木さんの本
ってご覧になったことあります？あ、はい、拝見しましたね。はい、あの本当に胃袋をつかむというところで、ね、あのね、作ってあげたくなっちゃう、うん、自分自身に食べさせてあげたいって思うようなヒットレシピを今ね作成していただいてると思うので、いやだ、もうすごく楽しみです、はい、楽しみです。じゃあ、はい、3つあ、はい、まず案を、はい、あのご紹介していきます、はい、まず1つ目、はい、豚肉きんぴら、はい、2つ目あさりの酒蒸し、うん、3つ目炊き込み深川飯、この3つですね、まあ、金運アップということでしたので、そこにちなんでですね、うん、この3つをご提案させていただきます。どうですか？うわ、なんか意外と和できましたね。ああそうですね、確かに、うんうんうん、進藤さん、この中で、はい、あのどのメニューについてゴールデンレシピを入れようですか？いや迷う迷いますよね。迷います。うん、いや酒蒸しもちょっと気になるし、ね、難しいじゃないですか結構。そう、難しい、臭みがなく、うん、その旨味だけ引き出すみたいなのが難しいから。ありますあります。いやでもね、はい、チャーハン好きの私としては、うん、お、チャーハン好き、お、うん、炊き込み深川飯ですかね。なるほど、なるほど、なるほどね。わかりました、うんうんうん、じゃあですね、ちょっと追加の質問させていただきたいんですけれども、はい、とにかく簡単に作れるという、ね、方法か、またはしっかり手をかけた作り方、どちらがレシピ欲しいですかね？あのこの際しっかり手をかけた作り方でお願いします。わかりました。じゃあね、ちょっと手がかかるけれどもとにかく美味しいというレシピを作っていきたいと思います。いやーすごいですね、ちょっと挑戦するんですね。挑戦しますよ。挑戦します。なんかちょっと工程多そうですけど。じゃあどうか頑張りましょう。ちょ頑張ります。はい、はい、それでは青木さんにね、今作っていただいてると思うんですけれども、はい、いや楽しみです。深川飯、ね、作ったことないですね。はい、ではお願いします。はい、それではですね、説明させていただきます。進藤のりこさんのために青木由美が考案した世界に一つだけのオリジナルメニューの一品、炊き込みの深川飯の作り方、はい、お米2合、うん、あさり 300g、 人参1/4本、生姜の千切り1/2片、油揚げ1枚、だし 300cc、 酒大さじ3、うん、醤油大さじ1、塩一つまみです。まずはアサリを50度のお湯に入れてこすり洗いをして、はい、10分経ったら取り出します、はい、次に人参と油揚げは細切りします、うん、お鍋にアサリ、お酒、醤油を入れて蓋をして、はい、中火でアサリの口が開くまで加熱して火を止めます、はい、うん、アサリの身を殻から外しておきます、はい、炊飯器に研いだお米と切った人参、油揚げ、はい、アサリの煮汁、お塩、うん、だしを入れてご飯を通常通りスイッチでね、炊いていきます。通常通りでいいんですね、はい、で炊き上がったら、はい、身をね、殻から外したアサリ、はい、あと生姜の千切りを混ぜ込んで完成です、はい、これですね、アサリを最後に混ぜることによって、はい、加熱しすぎを防いで、はい、プリプリの食感を楽しんでいただくレシピとなっております。なんかね、聞いただけで美味しそうなんですけど、香りがしてきましたね。ね、醤油のいい香りが本当ですよ。どうですかこのゴールデンレシピ。いやもうこれ胃袋つかみに行かないとですね、これで。そうですね、ここぞという時の一品に。いや本当に間違いないですよね。作れたらすごいですもんね。いやもう練習しますよ。はい、はい、もうすごくね、なかなか自分で作ることってないと思うんですけど、うんうん、深川飯ってこうね、お店に行って食べるようなイメージがあったので、うん、ご自宅で作れたらね、これかっこいいですもん ね。かっこいい。え、作れんのみたいな、なりそうじゃないですか。なっちゃいますよね。なので、今回ね、青木さんがこうお示しいただいた、この世界に一つだけのゴールデンレシピ、ゴールデンレシピ、これね、青木さんから進藤さんに贈呈いただきたいと思います。はい、じゃあこちらですね、ゴールデンレシピ、はい、進藤さんのレシピとなります。うん、どうぞ。ありがとうございます。嬉しい。どうですか、レシピ。ご覧になっていただいて。いや、うん、
可愛いですよね。可愛い。うん。これはお見せしていい、はい、そうなんです。こんな感じでね、本当にあのとっても可愛い冊子なんですよね。はい。いやだ、すごい嬉しいです。レシピもね、本当に本当にしっかりと入っていて、うんね、しっかりと丁寧に。そうなんです。作りやすい。お家で作っていただければと思います。はい、作ります。作ります。頑張って作ってください。はい。それではですね、あの進藤さん、このあたりで告知などございましたらお願いします。はい。私今後の活動はですね、はい、事務所の SNS または進藤のり子の Facebook で上げさせていただきたいと思いますので、随時チェックよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい。では今回のゲストは愛され虫協会のプロモーション映像でヒロインを務められました女優の進藤のり子さんでした。進藤さん、お忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、ユミ的ゴールデンレシピのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただきますとともに、繰り返しになりますが、スマホなどで愛され召し上がれ動画で検索をしていただき、ぜひ今回放送分のリメイクラジオ何回も再生してご覧ください。はい、青木さん、今回いかがでしたか。いや、プロモーション動画に、ね、出演いただいた進藤さんにもまたお会いできて嬉しかったなと思いました。いろんな、ね、お話も聞けました ですね。そしてね、皆様、私青木由美の SNS、インスタ、Facebook にもいろんなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかもアップしておりますので、ぜひチェックいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。それではまた次回もぜひこの愛され召し上がれお聞きいただければ嬉しいです。では今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千明でした。どうぞ皆様、愛され召し上がれ。皆さん、いかがでしたか。愛され召し上がれ、ぜひチャンネル登録お願いします。